って年の話まさかねこの年になってこんなものがね出していただけるなんて夢にも思わなかったの、うん、本当にこれねウルトラのおかげですよね。そうだよね。だってウルトラやってなかったら、うん、もう本当に、うん、誰って感じですよ。でもね西さん若い。いや赤くない赤くない言っちゃうけどそんなことない全然大丈夫。もう寄らないで寄らないでって感じあのね寄り切れないから大丈夫そうYouTube だしそれであのじゃあ全員が同じこのオレンジ色を着て途中でねちょっとね、うん、色が変わったの。オレンジがうんあのちょっと濃くなったんですね。今さ最初はちょっと薄いオレンジで、うん、なんかちょっとボケたような感じだったのね、うんうん、でもあの中にもちょっと古いのも載ってるんですけど、うんうん、ね4目途中から変わった、うん、変わったんですよ。4目ぐらいから変わった、うんうん、変わったの。じゃあ色味があのちょっともっと濃い方がいいっていうのが出たんだよね、うん、きっとね、うん、そうですね。監督はメインは誰？メインはね、うん、あの山際監督と筧さんって。あ、筧さんはね東宝の監督でね。あ、そうなんですか、うん、私ね、うん、あのお姉ちゃん三代記っていうのやったことある。筧さんで、あ、そうなんですか。あの映画で、うん、お姉ちゃんシリーズの、うん、あ、筧さんが来たの。1話目が三田さんみっちゃんね、うん、はいはいはい、が撮られて、うん、あとはずっともう本当に交互に、うん、あのまあ、真船さんとかいろいろ途中ではいろんな監督も入られたんですけど、大体ね、うん、山際監督多かったですね。筧さんと筧さんと大体交互に交互にして、うん、でセットが違うんだって。美声じゃないんだじゃないの。ないの。東京映画ってご存知ですか？どこの東京映画？祖師谷の方の、うん、駅が千歳船橋から降りる方の2つあるのよね、東京映画って。そうなんですよ。目黒の方と。ああ、目黒じゃなくて。あ、そう、うん、世田谷で、ね、私の家から車でね5分ぐらいで、うん、でよかったじゃん。だから一番なんかいい思いをしたんですね、私がね。だって朝早く出発だよ。そうよね、うん、ロケとか、うん、ロケなんかあの話飛んじゃってすいません、うん、あのこの間別件で岡山行ったら、岡山でウルトラマンエースのロケ地探訪みたいな聖地みたいのになってて、岡山ロケ行ったの？行ったんですよ。何話目ぐらいに？ね、岡山はね、後半ぐらいですね。後半？全般ではなくって半ば。あ、本当に。エースは何話、ね、全部で？エースは53。あ、すごいね、うん、それって相当耐え難きよ。耐えだよ ね結構ね持ったよ ね、 でもね、私桜井さんのお出しになった本をね、うん、何気なくもだこう一応全部読んじゃったんですけど。 ありがとうございます。いやでもね、これ桜井さんがたちがその満9でもう本当に試行錯誤でやられたから、ね、私たちは結構楽だったのかな。私じゃなくてあのスタッフみんなすごく大変だったの。だからすごい怖い思いされた初めの巨大化された時なんかね。そうそうそう、もうね、もうね、今だったら絶対訴えられちゃうよね。あれじゃ、ね、こんなところ断着でバーンって来るわけだから。でも長澤さんやったのかな長澤さん、まさみさんが新ウルトラマンで、うん、でかくなったのね。なだからでかくなればよかったのに何言ってんの、ね、あ、まあ、でも全然怖くなかったことは ないんで、まあ、多少はねいろいろありましたけど、うん、なんかでもそんなに、ね、高峰さんもなんか断着のところをこう行かなきゃならないんで、うんうん、そうなの。番号振ってあってその順に行かないと。いやいや、でもそんなわけしかない。後ろでバーンなんてやられるでしょ、うん、行かなくて怖かった。でもね、で私なんか女性だからもう走るのに大変なの ね、うんうん、大変だよね。でもみんな一目散に逃げちゃって待ってどうせアフレコだからいいやと思って、うん、ちょっと待ってよまだ後ろにいるんだよみたいな、うん、私もね走るの遅いからね、あの画面に映らなくて、うん、5人がザーッと画面に映らなきゃいけないのに、うん、私だけ映ってないの。それでカメラマンがなんか早く走って早く走ってんのよ私はとか言いながらアフレコだから。でも結局最後まで私が入ってなかったとかね、うん、そういうのあるけどね、うん、さっきの話に戻りますけども、岡山、はい、岡山でも真ん中ぐらいから真ん中ってそうですね、まあ、ちょっとよく予算あったよねちっちゃい子 で、ね、本当ですね、予算あった。だって全員行ったんでしょ、うん、全員。でもね、うん、あの山際監督にちょっとお聞きしたんだけど、うん、今までのウルトラマンって割と怪獣とか、うん、あの特撮の方をあの重要視してたので、うん、結構お金かかったんですって、うん、ところが、うん、あまりかかりすぎたんで、うん、エースはちょっと人物にちょっと、うん、そうすると意外と費用がね、うん、楽なんだ山際監督言ってましたそうよね。でもね、
私たちにしてみれば、うん、すごくね出させていただけるっていうことは。でロケ行かれるの楽しいよね若いうちはね、うん、私たちなんてだってほとんど泊まりがね、うん、数えるぐらい岡山なんてそんな遠いところは行かないで、うん、泊まりでも伊豆とか、うん、裏磐梯とか、その、まあ、裏磐梯は遠いけどね、うん、でも一泊だからね。でも庭持ちで行ってるから、うん、結構ね、まあ、1週間はかかんないです。そんなに3日4日ぐらいは行ってましたね。あ、そんなに。そうなの。いいなあ。私たち何にもないコミュニケーションだったらそれだったらすごく取れるでしょ、うん、楽しかったですよ ね。でこの間行ったでしょ、うん、なんか全員で、そう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 、全員でファンの人たちと ねロケ地田んぼみたいな、あれもどうだったの、楽しそうだったよね。楽しかった。だから残ってるんですよ、その場所が50年前の場所が50年前が残ってる。50年ですよ。50年すっごい岡山県はね、いいところだからね。本当にそれもまたね綺麗にしてあるの。あ、そう、うん、もうかなり古くなってるのかなと思ったら、うんうん、もう全然綺麗にされてて。みんなで高峰君たちとみんなで行ったの。そう、お尋ねして行ったの。行ったの。え、沖田さんとかみんな行ったの。沖田さんも行きました。で子役は出てなかったんだけども、うん、ダンちゃん、もその人のお店行ったでしょ連れてってもらうと、これ終わっこのロコトーク終わった後、うんうんうん、どっか新橋、そう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 、うん、梅津って店ね。あ、その人も来られたの。そうなの。僕も連れてってください。そうだよね。彼もねすごくなんかいい子で、うん、参加してなくても、うん、僕行ってもいいですかとか。子役って感じしないよね。しない。もうおじさんですけどうちの津沢君、うん、星野少年もみんな、星野少年ってどこにいますか、ここにいるじゃない、うん、この間出てもらったんだけど、子役の人はやっぱり大人になっちゃうから。そうなのね、うん、子役はなんで出たの、その彼は。ね、星さんがいなくなっちゃってから、うんうんうん、彼が今度代わりに入ってきた。あ、随分違うじゃないねでも隊員ではなくって本当に子役で、小学校の4年生ぐらいでしたの役で、うん、星さんは星さんっていうか、星さんは南優子はいつからいなくなっちゃったの。ちょうど半分です。半分で、うん、ちょうど25話ぐらいで3話か。あ、そんなにあったの、うんうん、10話ぐらいでいなくなったのかな。いやいやいや、半分いたんです。そうなんだ、うんうん、まあその話は置いといて、はい、置いといてで後半っていうか結構へばってくるでしょ、ずっと。そうです、ね、夏も冬も、うん、隊員服って暑くて。でも結構ね、うん、ロケが多かったので。その後ね、冬山、うん、長野とか新潟までスキー場に行ったんですよ。いいね。それは2泊ぐらいだったかしらね。そんなに長いことではなくて、人間にこうシフトしたから。そうなのよね、本当にね、それぞれ一人一人のドラマを作ってください。あ、よかったね。私なんかも、うん、その2話、うん、ちゃんと作っていただいて。あ、それはいいよね。やりがいがあるよね、すごくね。本当ですよね。私なんかさ、小さくなったと思ったらでかくなってさなんだ。でセブン行ったらさ、清水さんのアンヌの役がすごく女っぽい役でさ、なんか包容力ある役で、どないなのこれみたいなさ、全然違うじゃないみたいな感じなんだけど。いやでも桜井さん、あんなにたくさん出られてたの本で知ったのね、ごめんなさい。いやいやいや、なんだろう、キュートマンで、うんうんうん、続けちゃったから。でその後も出られてたじゃないですか。ゲストでしょ。あ、ゲスト。ゲストで出た、うん、で最近っていうかもう20年になるらしいんだけど、ウルトラマンマックスっていうのに、それは準、うん、レギュラー。ねえ、もうね、大変よ、若い時にレギュラーやった方がいい、うん、もうね、黒部さんとね、私が、黒部さんが長官の役で、私が教授の役で、大変なのよセリフが。あ、もう詰まっちゃったら、うん、そこで NG 出しちゃうので。黒部さんも私ももうもともとそんなに、黒部さんごめんねもともとそんなに上手じゃない方だから、二人で詰まっちゃうわけ。うでもう平田明彦さんとか江川うれおさんとか博士の役やってたんだけど、一緒にランチ行かないのね、当時ね。で誘っても誘っても来ないから、どうしてだと思ったら、黒部さんと二人で、分かったね、セリフのお勉強しなきゃなんないからねって言って。お宅は博士は出た、エースは。博士は出ないですね、うん、いないですね。なんかこう、これはこうで、こういうことだよみたいな役の人、うん、いなかったですね。じゃあそれは、うん、佐川さんがやったのかな全部。そうですね、大体、うん、そう、指示役みたいのは佐川さんで、うんうん、あ、そう、じゃあやっぱり隊長だから。そうですね。あ、そう、うん、でみんな言うこと聞いたの。まあもちろん
聞きますよね。でもね、佐川さんそんなに年が離れてないのに、そうなの、なんかすごいお父さんみたいな感じで。で結局ね、高峰ちゃんなんかもうほんとやんちゃ坊主で、うん、もう人を笑わせたりして、うんうん、あのやるでしょ、うん、もうお前たちも真面目にやれとかってもう佐川さんに喝入れられる。そうなの、うん、うちはあれですよ、毒まみしさんですよ、真面目にあのやってたのは。毒まみしさん真面目でした。いや一応言っとくとさ、あの世間的にはその逆なんですけど。だからただね、すごくあの石川進さんっていう人が入れ隊員だったんですよ、はい、あそれが二瓶さんに変わって、そこでギュッとなんか隊員が、うん、あの一致団結して、そっからは結構大丈夫だったんだけど、 そっからは大丈夫なんだけど、うんうん、みんな仲良くなっちゃって、あ本番間際まで、うん、あのこうふざけ合っちゃって、うん、大変だった。そう笑わせたりとかね。そうそうそう、で自分ちゃんとやるでしょ、うん、やめちゃうね。そうそうそう、自分ちゃんとやるんだよね、うん、高峰さんもそう。まあでもね、私本読ませていただいて、うん、本当にそのマンとかキュー仲がいいんですね、うん、私たちでもね、うん、終わってから、うん、皆さんと会ったことは一度もないのよ、レギュラーの人たちと。だから結局、ね、仲は良かったんだけど、うん、仲は良かったんだけど、うん、終わってから、うんうん会うってことは最近は会ってるでしょ。最近もちろんもちろん最近会ってますけど、うんうんうん、それこそ20年ぐらいはもう全く、うんうん、どこで何をしてるかも分からなくて、まあ、探されて、うん、その DVD の特典映像出てほしいってことで探されたから出たようなもので、うん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 、もう沖田さんだってプロダクションが探したの。いや違うの、違う人が探したの、うん、全くあのなんだろう、ウルトラプロジェクト、あデジタルウルトラプロジェクト、あ、はいはいはい、あそこで一番最初に、はい、あの DVD が出るから特典映像を作りたいということで、うん、もういろんなところを探し、なんかとんでもないところに、うん、その西海子がいるっていう噂で行ったら全然違うおばさんがいたからね。違う西さんだった、うん、え西さんこんなおばあさんだと思った。失礼しちゃう。でもうあのなんで分かったかっていうと、山際監督が、はいはい、つぶらやさんのね25周年かなんかのパーティーで、うんうん、ありましたありました、私が行ったんですね。その時に山際先生と名刺交換してて、うん、で山際先生がよくお店に遊びに来てくださってるの、コーヒー屋さんの方、うんうん、はいはい、それで先生の方から電話いただいて、うん、なんかそのやるから、うん、その特典映像に、うん、いやもう私もうね、うん、カメラの前も立てないし、もう大丈夫、大丈夫ですからってやめてって言ったんだけど、うんうん、いやもう2時間撮ってて映るの君5分だよとかって言われて。そうでもないけどね。うあそうで出てきたの、そこで。それでね、あじゃあということで、ね、高峰さんもね、星さんも出られるからっていうことで、うん、もう星さんは星さん出られるんだみたいなことで、うんうんうん、4人でホテルで、うん、そのね、うん、あの輪になって、うん、あのやったの覚えてますね、うんうんうん、すごい嬉しかった。あのね、あれはね、私ねアテンドしなかったんだけど、あの頃にもうあのコーディネーターにちょっとねシフトしてたので、あのエースはアテンドしなかったんだけど、男の子たちがあの、うん、男の子たちっていうと、あのうちの黒部先生からずっと、はいはい、エースも来たと思って、あのねあれも来たな、篠田さんも来たかな、あそうなんですか、で女性のところはね、うん、あのアテンドしなくていいよねって言ってしなかったんだけど、会ってればよかったね、あの時行けばよかったね、楽しそうだったよみんな、すごい。だからホテルで全部こう、うん、一人一人合わせるシーンまで撮ったのね、うんうん、でも佐川さんに会えた時本当に嬉しくて、よかったね、うん、その後佐川さんもねお店によく来てくれた。そうお店の話今出たので、うんうん、あのしばらくって どれぐらいやってらっしゃいました。40年やってたの。だからさっきもね、うん、ちょっとお話ししてたんだけど、うん、もう40年間テレビも見ない、うん、何の歌が今流行してるかもわからない、うん、もう本当にね違う世界にいたみたいな感じで、あれずっと西さんはお店をあの一緒に旦那さんとあれですよね、松屋の裏の最初でもね、うん、日本橋店日本橋だったの、それでバンっていう店、はいはいはい、で2年後に銀座に出したの、うん、で2軒やってたので私は知ったのはあの銀座の方で、あの桜井さんもね、そうあの、うん、飯島監督さんとねいらっしゃってた。そうそうそ そうあのあそこにシネパドスってそうそうそうあの今閉まっちゃったけれど、で支配人の鈴木さんがいて、鈴木さんがね、あのホームカミングっていうね
映画を飯島監督がお撮りになって、はい、でそれ の、うん、あの上映をね、うん、あのシネパドスでやってくれるっていうので、そしたら鈴木さんが、いやいや西さんのお店で打ち合わせしましょうって言って、そうなのよくね、よく行きましたよね。初めて私もあの時飯島監督にお会いして、うんうん、いや本当に優しそうでなんかほんまかした監督だなっていう、でも一回も撮ってないですよ、エースは。エース撮ってないと思う。撮ってない。監督たちはセブンで、うん、セブンで引き上げちゃったの。セブンでお撮りになったんですか。あのね、セブンはね、うん、あの飯島監督はそんなにいっぱい撮ってないんだけど、ジスージさんは撮った？撮ってない。撮ってない。じゃあその頃に一回引き上げちゃったんだ。あの、うん、みんなあの書いてらっしゃいって言われて、TBS とか東宝とか、うん、みんなん、ね、セブンの前ぐらいに書いてらっしゃいって言われたんだと思うんだけど、うん、だから入れ替わってんのかもしれない。でも山井屋監督おられて、筧さんがおられるから。いいんじゃないの、エースが。そうね、本当に山際先生はね、うん、もうやりやすくて、うん、もういいですかって、いいよそのままでいいよって本当に言ってくださるので、うん、だからさ、のびのびやれるもんね。なんかやれちゃうとさ、うん、ね、なんかそうなっちゃうもんね。うん、うん、あ、そう。橋本洋二さんはね、最近お会いしましたけど。そうですか。お会いっていうか、電話でお会いしましたけど、うん、あのまあバリバリで、いろいろとお話いただいておりますか。ちょっとお休みしますか。はい。